ドルフィンとはオープンソースで開発されているゲームキューブ Wii およびトライホースのゲームエミュレータである。対応プラットフォームは Windows、MacOS、Linux、Android。ソフトウェア名はゲームキューブの開発コード名から由来している。2003年にゲームキューブのエミュレータとして初版リリースされた。初版ではオーディオには対応していなかった。 2004年のバージョン1.01公開を最後にプロジェクトは一度開発を終了した。2005年にプロジェクトを再開することが発表された。2007年に公開されたバージョン1.03でオーディオの再生に対応した。2008年7月13日にオープンソースとして SVN を用いて Google コードに GPLV2 で公開された。この時点で Wii のエミュレーションもサポートした。2011年7月にバージョン3.0がリリースされた。2.0からおよそ2500個がコミットされ、GUI の改良や各種機能が追加された。ダークテックス11とゾアディオ2が新たに取り入れられた。新たに発行と後に翻訳され標準で追加された。2012年12月25日のバージョン3.5で、 フリーブスドがサポートされた。2013年4月6日には Google の Android に初めて対応した。オパングル e s 3 0に対応したハードウェアが必要で、OS も Android 4.3以降が必要である。開発者はサムスンギャラクシー S4 を使用したデモを公開した。2013年10月12日に公開されたバージョン4.0から155で、 ダークテックス9はプロジェクトから削除されダークテックス11とパングルのみがサポートされることになった。開発元のドルフィンチームは D3DQ の機能には問題があり、それらに対処するには無駄な時間がかかり、開発が停滞するからだ。と述べている。2014年5月19日に開発チームは Windows と Linux の3 2ビットアプリケーションの サポートを終了すると発表した。ただし、発表以前のバージョンは3 2ビットアプリケーションでも提供される。ゲームのコントローラーとして、キーボードやゲームパッドに加えて、Bluetooth 経由で w リモコンを利用できる。ネットワーク機能として、Nintendo Wi-Fi コネクションに対応しており、ドルフィンを使用するプレイヤーに限らず、w e 機にも接続することができる。グラフィック面では、 高解像度化や、ワイドスクリーン化、アンチエイリアスや、違法性フィルタリングの実行、NVIDIA の 3D ビジョン対応などが行われている。エミュレータながらも、実機のゲーム機の性能を超えていると評価されている。チートコードの実行、プロアクションリプレイ対応、途中セーブ、フレームスキップ実行、ジットコンパイラ、トスツールといった機能が備わっている。実行できる。 ゲームソフトのタイトル数が多いと評価する声もある。ゲーム評価サイトであるユーロギマット 1UP.com はハイビジョン画質でゲームがプレイできると評価した。ありがとうございます。